は今のもうシュート今日はこれしかやれへんから、で今のが、あの最初シュートは6シュートって言ってるのは何が6かというと、まず普通に上から打つやつセットシュートです、フリースロー上から打つのと、それからこのベビーフックな、ベビーフックと、それからこう出てきたときに、まあ、レイアップもそうやけど、下から打つのはアンダーシュートで、これアンダーシュートもすごい有効です。例えば背でかくて相手がこう来たときに上から出ないベビーフックでもやられそうな時ありますだけど、ベビーフック打つよって出てくるから、ほんならステップスルーしてアンダーシュートも持っていったら、これかなり距離あればボールの出どころと、なのでアンダーシュート、まあ、バックシュートにしてもそうだけどアンダーシュートだから、上から打つベビーフックしたな、もちろん左側も左から打つで、左のベビーフックで、左のアンダーシュート、この6つはしっかり使えないと最後のフィニッシュまで持っていけないから、わかる？見たら分かるよ、高校生の試合で結構でかかったりとかするから、そこでもちっちゃくても戦っていけるっていう、あの意識を育ててほしい。で今日はもうあとはシュートの応用練習だけ、エースが先並んでる順番でいいから、ボール1個で手上げてくるから、そこにどこ狙うかっていうと、上のシュートでこれで狙いにくい、ここに行くやつ、これな、なのでどこ狙うかっていうと、ここに言うたらこっちの肘入れたら勝ち、もしくはこう出ていた時にここに来たら、こっちのここの空間、ここに入れてバスケットがない、その練習なので、こうやってポンプフェイクで分かる、ポンプで2個2個水汲むみたいにこう上げるのがポンプフェイクな、でこうあの浅い組みたいにこうやってるとスナップやられるんだ、やられるんで、ここまでしか下げない、四角でしっかり持って、スクエアってダイヤモンド四角でしっかり持って、で、もちろんさディフェンスだって上げておくだけでいいんで、ポンプフェイクして足踏み込んでいいんで、踏み込んでこの間をこうガッて、それだけ順番に